今回の動画は二次元イラストをリアルイラストへ簡単にしかも高精度で変更可能にすることを目的としています。二次元イラストをリアル系へ変更する方法はいくつかありますが、その多くは難しい手段を用いるものが多いです。しかし今回行う方法はとても簡単です。では早速始めます。リアル系にしたい二次元イラストを用意します。それを PNG インフォへ入れて情報を取得した後、イメージ2イメージへ送ります。テキスト2イメージで生成したての画像を利用する場合は、センドイメージ2イメージを押して画像を送ってください。次にイメージ2イメージタブへ行き、好みのリアル系モデルを選択します。そしてデノイジングストレングスの設定です。この数値の設定が重要ポイントです。ここをとりあえず 0.5 に設定し生成してみます。今回のイラストだと髪の色が変わってしまいました。そのため 0.3 に数値を落とし生成してみます。これだと大丈夫そうです。違うイラストでもう1枚試したものがこちらです。こちらは数値を 0.5 に設定したものになります。こうやってイラストによって数値を変更して生成していくことで、一番ベストなイラストを選択していきます。これだけです。とても簡単です。ただしあまり大きい数字にすると変化が大きすぎるのでおすすめしません。数値による変化や他のモデルの使用例を説明欄のリンク先に載せてあるので、ぜひ参考にしてください。そしてここからの応用ですが、もっと画像を美しくするために以前の動画で紹介したアップスケールを行うのもおすすめです。こちらがアップスケールした画像になります。方法はこちらの動画を参考にしてください。またコントロールネットを使用して行う方法もあります。これも以前の動画で紹介していますので、ぜひ参考にしてください。いかがでしたでしょうか。このチャンネルでは AI や AI イラストに関する情報、そして他では得られない希少な情報などもお伝えしていきます。ぜひチャンネル登録をお願いします。ではまた来てくださいね。